おはようございます。坂野くもです。えー、先日私はですね、YouTube メンバーシップ限定動画の方なんですけれども、ポール・チェンバースの省エネ奏法という動画をアップしました。これ私がですね、ベースを弾いている、まあ、エレクトリックベースなんですけれども、ベースを弾いている手元をアップで写して、それでえ、まあ、公開した、あの、 指の動きに関して説明した動画なんですけれども、まあ興味ある方はね、メンバーシップに加入していただければご覧になることができると思うんですけど、その動画にいただいたコメントを紹介したいと思います。えまずは高松貞治さんからですね。えー、大河ドラマ、鎌倉殿の13人、とうとう最終回で終わった面白かったさすが三谷幸喜それにしても三谷幸喜は東京サンシャインボーイズをなぜ辞めてしまったんだろう。30年後ぐらいには、 え、30年後ぐらいにまだ復活するといっあ、30年ぐらい後ぐらいにまたか、また復活すると言って、今、まだになってたからね、また復活すると言っていますが、自分たちは、自分たちはファンはすぐにでも復活してほしいですね、というコメントでございました。高松笹さん、どうもありがとうございました。え鎌倉殿の13人、まあ、おもかったですね。で、やっぱね、 サンシャインボーイズといえばですね、やっぱ梶原禅、今回一番印象に残ったキャラクターがやっぱ禅次ですよね。まあ架空のキャラクターなんですけれども、まあ、暗殺者としてね、あの、小栗春、その前は、あの、小栗春というか、北条義時が雇って、その前はあれですね、梶原影時が雇っていた暗殺者の役なんですけど、なかなかね、いい味出してましたよね。とか、不気味な、 いい味を出ししてましたよね結構怖かったですよね。もうまた今週誰か殺されるのかななんてハラハラしながら見ていたもんですけれどもね。ねへっみたいな「へい!」みたいな,なんかすごい言葉少ない感じでもう黙々と仕事をやり遂げる仕事を確保暗殺をやり遂げる、あのーね、下人の役なんですけれどもまあで最後は情を持ってしまったがためにあれなんですよね。 よりえ暗殺の時に結構、手負いを深手の傷を負ってしまいそれで自分が育てた暗殺者の塔って女の子に殺されちゃうんですけどもなかなかね印象に残るシーンではありましたけどもねやっぱあのね結構、三谷作品にはね梶原善いろいろ出ていますよね。 私なんとなく印象的で覚えているのがあの大空港っていう作品があってこれ面白いんですよねあの長回しなんですよ一つの映画が全部カメラをカットしないでずっとカメラ続けてですねあの1時間以上ずっとですねあの空港の屋上とか空港の事務所中外いろんなところをですねこう いろんな人たちの交流というかトラブルだったりとかドタバタ劇が一つの長回しカメラで撮られてるんですね。あれすごいリハーサルしたんじゃないかなと思いますし、なんか早朝の松本空港だったりかな長野の空港を借り切って5日間ぐらい毎回、あの、ほら、お客さんも来るからお客さんが来る前の晴れた日、早朝にまだ、あの、なんていうのかな、空港が。 オープンする前ぐらいの時間帯にあの5回ぐらい撮影してその中であの5日間借りたのかな、そのうちの3回かなあの、天気の関係とかもありますからね、やっぱり最後、あの今は亡き竹内裕子がこう空を見上げて、なんか快晴で今日もいい日だみたいになるためには、やっぱ晴れた日じゃないとだめなわけなので、多分晴れてない日は撮影しなかったと思うんですけどね、ね3回ぐらい撮影したみたいですね。で3回撮影した中でうまくいっ た、あの、ものを映画本編として採用したみたいなんですけど、これね、面白いんですよね。<laughs> 結構あの、あの、何回か見ましたね。その前にロングロードかな。あの、中井貴一と、鈴木京化が、まあ、倦怠期迎えたカップル、あ、夫婦がずっと山道を歩く。これも、あの。 面白いんですよね。長回しでずっとね、今、まあ、よく役者さん、偉いねと思いましたけど、あ、これにも確か梶原禅出てたような気がしましたけどもね、もう三谷ワールドには欠かせない人材の一人なんでしょうね。で確かね、大空港だと梶原禅はね、その、年の差カ,カップルというか、確か香川照之の娘だったかな、が、あの、 連れてきた彼氏でね罰、罰3か罰5か忘れましたけども、ちょっと年が離れていて、それでちょっと怪しい感じなんですけど、で職業は何だったっけかな、ア,ア,マーケティングアフィリエイトマーケッターですなんて言ってて、それで結構、あの在宅で結構、あの儲けてるような仕事をしていて、それで最後は、 あの、お金持ちだから、ヘリコプターかなんかチャーターしてくれる役なんですね。ちょっと怪しくてうさんくさいんだけど、金持ちっていう役を、すごい似合うんだよね、そういう役で、ね。梶原禅ってね。で、やっぱ癖のある役、まあ、癖っていうか一癖ある役がすごく似合ってるような気がして。で、まあ、鎌倉殿の13人もですね、やっぱ梶原禅は面白いというかユニークな立ち位置だったなと思いましたよね。 で僕の代表作ですなんて言ってたらしいですけどでそれで三谷幸喜にあの自分で代表作って言ったらダメだよねなんて突っ込まれたりとかもしてたらしいですけれどもねいや本当面白かったと思います。 まあ、もちろんね、禅寺役の梶原禅も良かったですけど、小栗旬がね、良かったよね、やっぱり主人公、最初は本当に無邪気な青年だったのがです、ね、もう、にこにこした、ちょっと、ある意味、ふぬけで、まぬけ顔ぐらいな感じで、お人よしですごくもう純粋、純真無垢な少年のような顔をしていた主人公が、どんどん回す重ねるにつれ、エピソードが重なるにつれですね、あの暴略、暴殺を重ねるたびに、 表情がすすごい険しくくなってくるんですよねもう修羅の顔になってきてもうその変化っぷりがね小栗旬の表情顔の変化っぷりもなかなか見物のドラマだったなと個人的には思ってますで最後はあれですよね「あの運慶かな物資にこれがお前の顔じゃ」っつってなんか悪魔みたいな,なんかブードゥ教の人形みたいなものを彫られて「でうぬぬぬぬ,ぬ」ってなっているところとかもねやっぱりあの顔の変化も一つのこのドラマの見どころ だっったんじゃなないいかなと個人的には思っていますであれだよね、来年はどうする家康ですよね。<laughs> 松潤が <laughs> 主人公で、今回の「鎌倉殿の13人」の最終回で、ちゃんとあれですよね、あの、吾妻鏡を呼んでいる少年家康みたいな感じ、松潤がなんかね、<laughs> 徳川家康にも影響を与えているのが吾妻鏡みたいな感じで、ちゃんともう次の、 ドラマの番線もしていまししたけどもねしかし松潤が徳川家康ね時代も変わったねなんて思いますけどねどっちかというとあの家康役っていうとほら豪の時の,あの北大路金谷のようなイメージ抱かれる方が多いと思うんですけどもねあと青天をつけて去年やっていたあの渋沢栄一の大河ドラマありましたけどそこにもこ「こんばんは」 徳川家康です。みたいな感じで毎回、毎回じゃないけれども <laughs>、まあ時々徳川家康が出てきて解説とかしていましたけどもね、そういう晩年の家康を演じるには、まあ北王子金也が割とイメージ的には合ってるような気がしますけど、まあね、ほら家康ってどの時代を切り取るかによっても、 全然役者とか雰囲気とか、まあ秀吉もそうですけれどもね、あの、晩年の家康とか秀吉を描くんだったら、まあ、老下なおじいちゃん役の方がいいかもしれませんけれども、まあね、家康の若い頃、まだまだ全然、あの、なんていうのかな、 戦の達人というより謀略とかそういう外交の達人になる前のまだ今川家とか織田家とかに人質に出されていた頃の若い頃の家康を描くんであればまあ若い俳優なんだろうなと思いますけど松潤がでも老けたらどういう風になるのかっていうのがちょっと興味ありますけれどもね <laughs> まあ多分若い頃の家康に焦点を当てているんでしょうね。家康は あの,あの天下を取った男は実は泣き虫だったみたいな切り口のドラマみたいですからね、まあ、どう描かれるのかちょっと不安であり楽しみでありなんで楽しみなのかというとあのリーガルハイの脚本家なんですよねだからその人の書く脚本ってでも結構まあコミカルで面白いっていうのがあるので、まあ、今回もコミカル路線で行くのかななんて思いましたけどもねリーガルハイはほら、まあ、コミカル、まあ、そこからまあコミカドっていう主人公の名前になったんじゃない かと思ってますけどもまあそういう気軽にあの見れる大河ドラマということで視聴率を取るためにいろんな役者を旬の役者をいっぱい出してそれで,で軽い乗りにしようかなという目論みなのかもしれませんけれどもね。だからまあ まあもちろん気軽に楽しめりゃいいやっていう人もいればいやいや戦国時代はこんなもんじゃないでしょうっていうようなツッコミもいっぱい入りそうなドラマではありますけどそういうのも含めて、まあ、話題を呼びそうなドラマかなって気もしますね、まあ、一応見,て見るつもりです惰性で <laughs> まあねえ そういうことで、おそらく高松さんも来年見るんじゃないかなと思っていますけれども、全然関係ないコメント、どうもありがとうございました。ポール・チェンバースの省エネ双方になぜか鎌倉殿の13に終わった、よっぽどなんか書く場所が欲しかったんだなぁなんて思いましたけどもね、まあいいですよ。あの、こういうふうに取り上げちゃう私も私なんでね、気軽にコメントいただければと思います。どうもありがとうございました。 で、もう一名ですね、コメントをいただいておりまして、こちらはですね、長井つとむさんからですね、えー、こんばんは、長井です。くもさんの普通の動画は初めて見ました。普通の動画、普通の動画ね、つまり、が映像を映してる動画ってことなんでしょうかね、普通の動今までじゃあってことは異常な動画ばっかり、私は1600本ぐらいアップしていたということですね。<laughs> すいません、まあ、嫌味じゃないです。ただ、普通の動画って、<laughs> これ、こういうのが普通の動画なのね。わ <laughs> かりました。<laughs> まあ、今後も小出しにしていきたいと思いますけど、普通に撮るネタってあんまないんだよね。まあ、ベースの、そう、指の動きぐらいだったらね、また、あの、撮ってアップはできますけどもね。そして、いいじゃないですか、だそうです。ありがとうございます。 これ、久保さんのお部屋ですよね。てんてんて笑い。あ、はい、そうです。<laughs> 私の部屋でございます。というか、リビングでございますね。まあ、リビングにもうめんどくさいから、机とか、ベースアップとか、プラモデルの工具とかも移動させてきちゃってますけどもね。で、私の部屋、まあ、書斎はもう息子にあげちゃったりとかしてますんでね。まあ、私は大体そのリビングで暮らしているって感じですよね。<laughs> で、奥にはもう一本のベースとウッドベースが見え ウッドベースがに見えますね。ウッドベースが見えますね。はい、そうですね。バック、ウッドベース。で、後ろにあるのがフレットレスベース、語源のやつですね。であともう一本もあるんです。それはまあ写ってないですよね。で、えー、使用していたベースはメーカーのロゴがあまりあ,あ,ありませんが、なぜですか点て点んてんてん。いつか私もこんな感じの動画撮ってみます。点てん点てん,てん,てん えー絵文字マークギターギターギター笑い笑いマークですけどもあこれねあのネックの部分に普通はこれ例えばフェンダーだったりとかねこうフェルナンデスとかねアイバニーズとかこうメーカーのロゴマークがプリントされているんですよ。ただ私が使って 今回動画で使っていたプレシジョンベースは楽器屋さんの,あのオリジナルベースなので楽器屋さんが作ってこう材を組み合わせてパーツを組み合わせて作ったやつなのでロゴなしのままで使ってますねだから後ろにあの立てかけてあったフレットレスの語源ベースもあれなんですよあの ロゴなしですねなんかロゴなしの方がつるっとしてシンプルで私好きなんですけどね。あとほら、そこにあるロゴで、まあ、一部の人からは寝踏みされちゃうのも嫌でね。つまりほら、よくわかんないメーカーだな。なんだ、なんか韓国のメーカーか、なんだ、中国のメーカーか、みたいな感じで。それでね、音そのもの聞かないで、でああ、フェンダーだからいい音だなとかね。なんかあんまりそういうね、なんかロゴマークみたいなので。 あ判断されたくないなっていうのもあったりもして、だからオリジナルベース作るときとかもあ、ロゴどうしましょうって言われたら、あ、入れないでくださいって言いますからね、ロゴなしのシンプルなツルツルの方が、かえって目立つし、<laughs> いいんじゃないかなって私は思っていますけれどもね、だからこれはあのメーカーなしの,あのベースですね、オリジナルベースなんですよ。で、まあ、安く。 あの買ったんですけどもねあのヤフオクで <laughs> あ結構ほら趣味とかで楽器屋さんがそうパーツいっぱい持っているからそれを組み合わせて作ったあのベースとかもよくアップされてて定期的に私チェックしてるんですねでその中に「おこれは」と思ってねなんか良さげだぞって思ったものは 時々入札したりとかもしてねそれで競り合って負けたりとかで今回私が使ってるのは勝ったやつですね <laughs> 結構安く競り落とすことができましたけれどもねだからやっぱりベースはねまあギターもそうですけどもあもちろんね材質もすごく大事だしあとその丁寧さってあって でその作る際の本当ミリ単位のちょっとズレとかもあったりするんですよ楽器屋さんみたいなあの人たちがあのきちんと測って作ればいいんだけど意外とパーツをいろいろ買ってきてボディ買ってきてネック買ってきてブリッジ買ってきてでピックアップ買ってきてそれで自分で工作して作るとかなりねズレが出ちゃったりとか。 オクターブ調整ができないところにしにくい位置にこうブリッジを取り付けてしまう人とかもいたりもして意外とねあた当たり外れでいうと外れが多いこともあの多いらしいんですよねいろんな人の話聞くとねだからやっぱり信頼できるリペアマンがあの作ったもののオリジナルベースだったらいいんだけれどもちゃんとねきちんとした。 作りをしないとあの安かろう悪かろうで終わっちゃうこともあってまあ改装好きな人にとってはいいのかもしれませんけどねまあとにかく安く買ってで自分でいろいろパーツとか取り替えてカスタマイズするのは 楽しいいいぞっていう人もいるので、まあ、そういう人にとってはいい素材になるかもしれませんけれどもやっぱり私の場合はそれ面倒くさい人なのであの後ろに立てかけてあるフレットレスベースの方はかなりね細かく楽器屋さんと飲み屋で何度も打ち合わせして作ってあの打ち合わせを重ねた上で作ってもらったりもしているんですよね。本当にちょっとした差であの 弾き心地みたいな音っていうのはやっぱ変わってきますし弾く人によって音って全然変わってくるので音の良さは悪さというよりもこの弾きやすさだったりとかあと調整のしやすさですねほら演奏していたりするとあるいは演奏しなくて放置していてもやっぱりあのネックが反ってきたりとかいろいろ劣化してきたりすることもあるのでねパーツもねだからあとはどれだけ手入れをしているのかの繰り返しだと思うんですよね だからもうやっぱり家もほら23ヶ月人が住まないだけでもかなり傷んでくるっていうのと同じようにベースもこまめにやっぱり弾いてあげてそれであの例えばあのフレット付きのベースだったりするとほらフレットが下手ってきたフレット交換したりとかあとは演奏して特に日本っていうのはすごく湿度の差が。 振幅の広い国なので冬はめちゃくちゃ乾燥するし夏はめちゃくちゃ高温多湿なのでかなりネックが反ってきたりとかねあのいろいろな部分がちょっと調整する必要が出てくるんですねでその時に放置しっぱなしにしてもう腐らせてしまうかあるいはそういうことに敏感に気が付いてまめにこう自分で手入れをしたりとかちょっと手に負えないようだったらリペアマンに。 あの数千円払って少しずつ調整してもらうかによってやっぱり楽器の生き生きした音とか弾きやすさっていうのは変わってくると思うんですよねだからどんなに高価な楽器で性能のいいというかねすごくいい材を質を使って良いパーツを使ってで素晴らしいあのリクラフトマンがすごいあの職人技ピシッと組み合わせて作ったとしても手入れが悪いと楽器ってねあんまりいい音しないというか。 弾けるよううななな状態にならないと思うのでやっぱ保存も大事だ,と思うんですよ、ね、だからほんとギターマニアによってはほら家に何本も何本もギターをこう壁に吊るしてるような人だと常に加湿器を焚いている人とかもいたりもするように、まあ、それぐらいデリケートなんですよね木ってねまだ生きていますからねなので まあ私はそこまで慎重にあの手入れとか <laughs> あの保管はしていないんですけれども引いてあげることがまあ一番のまあメンテナンスだと思うのでほら 毎日弾こうと、毎,毎日弾いてないんですけど、<laughs> できるだけこまめに弾いてあげることによって、ちょっとした異常にすぐ気がつくじゃないですか。でそうすると、ちょっとあれと思ったら、そこで早い段階で手が打てるのでね、あ、ちょっとネック反ってきたなとか、あるいはちょっと季節によっては、ちょっとね、 弦高とかも弦の高さとかもまあネックの反りとかでちょっとビビるところが出てきてビヨンビヨンビヨンってなったりしてるところが出たらちょっと本当に1ミリかミリ0 1ミリとかね0 2ミリの差なんですけど弦高上げたり下げたりとかね微妙に調整して上げたりとかしてそれでまた弾いてあげるとそれがまあ一番のね楽器の手入れだと思うのでやっぱりどれだけ弾いたかっていうことが すごく大事な手入れなんじゃないかなと思っていますけどもね。で、まあ私が今回その動画で弾いていたのは先月かな、もう先々月になっちゃうのかな。あの楽器屋さんが割と近所の楽器屋さんが安いセールをやってたんですね。つまりセールどういうセールかっていうと、あのリペアが 無料セールっていうのが2週間だけやっていてその間何本でもベースとかギターを持ってくればいくらでも無料であの調整してあげますよフェアやってたのでそれに乗っかってですねあのネックの反りとかあと弦高の調整とかをしてもらったやつなので本当にね本当ちょっとした。 リペアでもねあの調整でも全然弾き心地違って帰ってくるんですねびっくりするぐらい同じ楽器だったんかよと思うぐらい弾き心地が違うんですよねだからやっぱさすがプロは違うなと思いましたけどもねだからちょっとまあ自分でいじったりするのが好きだよっていうね楽器マニアの方も多いと思うんですけど私の場合それで楽器ダメにしちゃうのが怖いので、まあ、ちょっと気になるとね あの電車数駅ちょこちょこっと乗ってそれでまあ1,000円か2,000円ぐらいでやってくれるのでねちょっとした調整はそれであの任せちゃってますね昔からねだからそういうふうにやっていくことを繰り返してそれを何回繰り返したかですよねだから多分ほらヴィンテージベースって今も200万円以上平気でしちゃいますけどね65年とかあとねプレシジョンベースだと57年ものとかめちゃくちゃ高価ですけどそれってほらもう。 60年以上前のものだったりするものもあるわけじゃないですか60年前ぐらいかな60年近く前か半世紀以上の前の楽器っていうのは、まあ、そういうヴィンテージ的価値ももちろんあるんでしょうけれども全てがいい音とは限らないわけですよね。でやっぱり あの楽器屋さんが良いコンディションに調整し直しかつ本当にないいなりの楽器っていうのはその50年なりね60年なりはあの使用され続けてでその時ちょっと調子がおかしくなるたびに手入れされて健康な状態にあの調整されてでまた弾いているうちにまたちょっと痛みとか出てきたりとかするのをまた調整してっていうことを繰り返してね まあ多分健康診断をあの定期的に繰り返して健康な体の状態でなおかつあのいい状態で木が枯れたりとかいろいろな具合であの要素がね木材もすごくいい木材使ってますからねあの大手に1965年に1970何年かなにフェンダー車売却しているんですけれども65 6六年ぐらいかな。 それまでは割とあの手作り小さな会社だったので一本一本丁寧に作られているんですよフェンダーはねそれであの木材の材質選びとかもすごくいい材質を選んで作られているんですよねその材質シーズニングがいい木を選んでいたみたいですねほら切ってシーズニングするんですけれどもつまりただ単に材木を 伐採して、それでウィーンってノコギリで切っていきなり楽器を作るわけじゃなくて、まあ、ピアノとかもそうですけど何年もかけてシーズニングって言って乾燥させていくわけですよ。でただ乾燥させるのは太陽を当てるだけじゃなくてプールにもつけたりとかもするんですよね。水につけてまた干したりっていうことを繰り返しているんですけども。 なんかあるマニアックな人の研究だとそのフェンダーのね50年末期から60年代ぐらいにシーズニングされていた年のその年代あたりの水っていうのはそのプールっていうのはシーズニングされていた時のプールっていうのは結構ね あのいい意味でバクテリアがものすすごいいい繁殖ししていた時期らしいんですよねだからいい具合にこう水につけられた木材があのバクテリアによって腐食されていい具合に抜ける音になってでシーズニング状態もいい状態の木をあの使われていることが多いからだから65年以前あの大手に売却する前のフェンダーの木材の材質はかなり良いというようなあの話を読んだ記憶がありますね。 で私もね、もう手放しちゃったんです、ある人に譲っちゃったんだけども、1965年製のジャズベースを持っていたことがあってね、当時、今から20年以上前、30年ぐらい前買ったのかな、その時はまだ安くてね、80万円で買ったんですよ。で、それもね、すごくいい音をしてて、あのね、はからんだ使ってるんですね、ブラジリアンロー,ドローズウッドだったと思うんですけど、今はもう、ワシントン条約で伐採禁止の木材だったんですけれども、 それをね、それが芝に使用されていたんですよね。だか,らかなりね、なんで手放しちゃったの持っていればよかったなと思うんですけど、<笑><笑>まあ、それが指板に使われていて、すごくね、密度の高いあの木目ですごくいい感じの音だったんですね。で、今はめったに使われない木材なのでね、よくよく考えてみたら、 素晴らししい楽器をなんんでで手放しちゃっったんだろうって感じで、ね、その頃だ,だんだんジャズベースが嫌になってだんだん嫌になるというかねジャズベースの弾きやすさがねあのよりもあえてあのもうちょっと弾きにくいプレシジョンベースの,あの弾き心地だったりとかその武骨な音に見せられ始めてた時期なのでねだからそれもあったのかもしれませんけれどもまあ 話がどんどん横道にそれていきましたけれども、まあ、そういうわけで私があの動画で弾いていたベースは楽器屋さんお手製のオリジナルベースなのでロゴが入っていませんよという話でございました、まあ、全然楽器に興味ない人にとってはどうでもいい話でしたけども申し訳ありませんということで長くなって申し訳ありませんけれども、えー、今回はですね YouTube メンバーシップ限定動画にいただいたコメントに対してのお返事をさせていただきました。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。